ティモ・サロネンは、フィンランドの元ラリードライバー。1985年の世界ラリー選手権、ドライバーズチャンピオン。巨体で、分厚いメガネをかけ、さらに、ヘビースモーカーだった。彼は、他のドライバーより目立っていた。しかし、ラリーにおいて、最速を誇るドライバーの一人であったことは、今でも知られている。またその柔和な機質と、片手でステアリングを操作するスタイルから、 本国では、ローサという愛称が付けられた。主にサロネンの、小ドライバーを務めたのは、セッポ・ハルヤンネだった。ハルヤンネは後に、トミ・マキネンと共に、さらなる成功を収めた。ラリーからリタイアした後のサロネンは、自らの会社、オートタロ、ティモ・サロネンの CEO を務めている。プジョー 205T16E2 をドライブするサロネン、サロネンが最初に、 世界ラリー選手権で表彰台に立ったのはフィアット131やバルトで参戦した1977年1000個ラリーで2位を獲得した時である。そして次のケベックラリーでは優勝した。これは彼にとってわずか5戦目の WRC イベントであり、初めての母国外ラリーだった。その後日さんからワークスデビューし、主に長距離イベントを戦った。 1984年の一連の好成績がジャントッドの目に留まり、1985年にプジョーに移籍。この年はアリバタネンのサポート役を務めたが、バタネンがアルゼンチンで瀕死の重傷を負った後には、ファーストドライバーとしての能力を発揮した。サロネンは4イベントに連続で勝利し、当時の記録を打ち立てた。そして、 2位のスティグ・ブロンク・ビストに52ポイントの差をつけて世界チャンピオンになった。1986年もプジョーに残留したが、新しくチームに加入したユハ・カンクネンとランチアのマルク・アレンに次ぐ3位に終わった。グループ B 廃止後の混乱の中、サロネンは松田に移籍し、1987年にはスウェディッシュラリーで優勝した。その後は三菱。 ギャラン VR-4 で出場した1992年のラリーポルトガルをもって引退したが、2002年のラリーフィンランドでは一戦限りの復帰を果たし、プジョー 206WRC で総合14位と検討した。ありがとうございます。